地下街の火災に備えた消防技術の訓練の大会が札幌で開かれました。大会には札幌中心部の地下街と地下鉄大通駅、すすきの駅につながる事業所から12の自衛消防隊が参加しました。3人でチームを組み、屋内消火栓のホースを出して的に向かって放水した後、ホースを速やかに撤収します。札幌市の中央消防署の採点のもと、消火栓の迅速確実な操作とホースの扱いにチームワークを発揮した上位のチームが表彰されました。